こんにちは、イベイです。今回はですね、勝ち癖をつけろというですね、お話をしていきたいなと思います。営業を主体としている会社では、売上数字の目標があったりするかと思います。まあ、個人で目標にしている場合もあるかと思いますし、チームで目標にしている場合もあるかと思いますけども、そんな中ですね、なかなか毎月毎月頑張っているのに目標に到達できなかったりするとですね、会社で定められている最低でもこの数字は売っておけよ、この数字を切るのはちょっと厳しいよという数字がですね、目標になってしまうんですね。これちなみに僕すっ飛ばして言いましたけど、ほぼ 100% の人が自覚すらないんじゃないかなと思います。自分は自分で今月これだけ売るんだっていうですね、目標、まあ口頭だったりとか、こう書面に書いてですね、頑張りますと言ってですね、始めているわけなんで、自分自身はその数字、なんとかいけるんじゃないかなと、最初はですね、まあ1分2分、まあ下手したらその日1日ぐらいはね、思えてるんじゃないかなと思いますけども、大体の人はですね、2日目ぐらいでですね、もう忘れています。自分はこれだけの数字、絶対やらなきゃいけないんだというですね、いわゆるこうノルマ的な数字、ここだけを目標にしてですね、頑張ってる人が営業といわゆるですね、職業の中の大体どうでしょう、9割強ぐらいはいるんじゃないかなと、感覚値では思ってしまいます。ということはですね、逆を返すと、目標を達成できている人なんて、ほぼいないということなんですね。なのでまずあなたにやっていただきたいことは、小さくてもいいんです。小さくてもいいし、一番にならなくても大丈夫なので、自分でこれだけやるんだと決めたですね、数字に対して、まずは達成をする。で、その達成をですね、続けていくことによって、その数字を達成するのが当たり前になってきます。で、当たり前になってくるとですね、次のステップ、さらにですね、その次のステップへと、どん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 ですね、自分の目標を上げていくことができるわけなんですね。よくいるダメダメ営業マンの例として、何の努力もしていない状態でですね、先輩たちが作っている数字を見てですね、自分もその数字いけるように頑張りますと言ってですね、全く到達できることもなくですね、自分にはこの仕事向いていないですと言って辞めていく、これですね、不動産云々関わらず営業の業界には多かったりするんですけども、やれている人間から考えるとですね、そもそも努力してないのにできるわけないだろうっていうのがですね、根本にはあるんですけども、そうは言ってもですね、まあそんな時代でも、なかなかなくなってきてます。のでフォローを入れるとするとですね、まずは一つ、目標を達成しながらですね、次のステップに進めるように、していけるといいんじゃないかなと思います。そしてですね、目標を達成するポイント、このポイントなんですけども、自分自身がですね、やっている行動、一日のルーティンですね、これを何度見直すか、でこの何度見直すかを最初に決めておくということなんですね。細分化して考えていくと、まず1ヶ月後の自分の目標を設定します。で、その中でですね、1ヶ月はだいたい30日ありますけども、仮に4週と仮定した時に、1週間ごとの必要数字というのでですね、まず4分割します。で、その4分割の中からですね、どうすればこの1週間自分が目標としている数字にいけるのかというのをですね、さらに7分割します。で、7分割するとですね、自分が今日何をやらなきゃいけないのかということがですね、分かってくるはずなんですね。ここでですね、先ほどほとんどの人ができていませんよと、目標達成できませんよ、でその時にですね、努力してないんだからというお話させていただきましたけども、1ヶ月が始まったタイミングでですね、30日後はですね、ものすごく遠い未来なんですと頭の中でですね、思ってしまっている営業マンが大半です。なんでですね、その1ヶ月後というところのですね、未来に対して細分化して、今日やらなきゃいけないこと、今やらなきゃいけないこと、まあそうですね、1日にした後はですね、それをさらに24分割すればですね、1時間あたりでやらなきゃいけないことが分かってくるはずなんです。ここまで言うとですね、だいぶなるほどねと、じゃあ今日からでもやってみようかなと、思えたあなたですね、あなたはですね、おそらくできる営業マンでですね、一歩近づけたんじゃないかなと思います。それではですね、本日も短いですけども、動画終わりたいなと思います。このチャンネルではですね、営業向けの動画だったりですとか、不動産のオーナーさん向けのですね、動画を順次撮っていきたいなと思っています。ツイッターですとか、毎日更新しているブログもですね、詳細欄に貼っておきますので、よかったらですね、見ていただけると嬉しいです。それではまた、一平でした。バイバイ。